おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今秋田浩二副会議員からお話がありましたように、終盤国会集団的自衛権についての解釈問題が大きな争点議論のこの対象となってくるわけであります。今日も各新聞社が集団的自衛権についての行使容認、そして憲法解釈の変更についてどう思うかと、そういう質問がアンケート掲載がされていたわけですけれども、この問題は実は憲法解釈を変更するという以前に、憲法解釈はすでに変更されていると、そしてそれが最高裁によってもうすでに合憲判決が出ているという事実を国民にしっかり伝えなければならないと思っています。と言いますのも、もともと日本国憲法が作られたこの昭和22年の当時の状況は何かといえば、まさに自衛の戦争でも認めない、そういう答弁が国会で吉田茂総理からされていたわけです。それぐらい憲法を作った当時は、交戦権はもちろん陸海空軍隊、こういう戦力は保持しないということがそこに宣言されていたわけであります。ところがその状況の中で、なぜそれでは自衛隊があるのかということでありますけれども、まさに憲法が作られた時の前提がすでに占領時代にもう変わってしまっていたと。昭和25年になると吉田総理も自衛のための自衛権すらないと、そういうことを言う輩がいるけれども、独立国となればそんなことありえないんだと、自らがつい3年前に言った答弁と全く違う、180度違う答弁が国会でもなされるようになってきた。それはなぜかといえば、それは昭和25年 GHQ の方針が180度転換したからです。いわゆる朝鮮戦争が勃発しました。その前から、このアメリカとソビエト、東大両陣営の間で非常に大きな火種を抱えることになってきた。その原因というのは、かつてのあの大東亜戦争、第二次大戦、これはまさに枢軸国対連合国の戦争であったわけですけれども、連合国というのはソビエトもアメリカもこの中国もその連合国の一員になっているわけでありますが、要するに枢軸国、日本、ドイツ、イタリア、これを倒せば世界は平和になると、こう思って連合国は枢軸国を叩いた。ところが叩いてドイツが倒れた後のヨーロッパは、その大半をソビエトが支配することになってしまう。そして日本が倒れた後のアジアは、その大半がこれまた共産主義国家が支配することになると。で、特にこの蒋介石が倒れ、結局台湾に追いやられ、毛沢東を率いる中国共産党が中国全土を制圧すると。そして朝鮮半島もこの38度線で分かれていたものが、昭和25年には北から南に軍隊が押し寄せてくると、この状況を見まして、当時の GHQ マッカーサー元帥も、これはとんでもない、このままでは日本の平和は維持できないということで、日本にもう一度再軍備を要請することになったわけです。そこからこの警察予備隊、保安隊、自衛隊という形でこの今日の自衛隊が出来上がってきたわけです。当然これは憲法が当時作られた時と前提が変わってしまっているわけです。そもそも憲法が作られた時の前提というのは、日本がアメリカに占領されている状態、つまりありてに今占領されているんですから、主権そのものがないんです。従いまして、憲法がその時作られたということ自体がそもそも論で言いますと問題があるわけであります。しかし、その問題があるものを我々は憲法として受け入れてきてしまったという事実もそこにある。それがこの問題をややこしくしているわけでありますけれども、要は事実として占領中にこの憲法が作られたと、そしてそれを我々は受け入れざるを得なかった。しかし作られた時の大前提というのは、先ほど言いましたように、要するに占領中で自分たちを守る術も手段もなかった。だから平和を愛する諸国民の公正と審議に信頼をして、自らの安全と生存を保持しようと決意した、この憲法全文で書かれているような言葉がそこに書かれてきたわけです。つまり占領を前提としているということです。まさに占領基本法としての憲法であったわけです。ところが問題は、
昭和25年に今言いましたように大きく世界の状況が変わって前提が崩れてきたということです。そこで崩れてきた前提の中ではこのその後昭和27年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効して日本は主権独立を回復することになるわけでありますけれども、そのことも含めてもう一度再軍備をして自衛隊が作られることになってきたということです。しかしそれでもあくまで日本はアメリカという大きな超大国との同盟関係、これがあれば日本が自ら進んでこの軍事力を増強しなくても国が守れると、そういう前提がそこにあったわけです。そこでこの自衛隊ができましてしばらくしてから自衛隊がそのものがこの憲法違反じゃないかと、つまり憲法の解釈によって憲法の全文にはそもそも平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼する、自らの安全と生存を保持しようと決意し9条で戦力の不保持を宣言しているのに、なんでそこに軍隊が自衛隊があるのだ、こういうことが憲法違反だとして最高裁まで行って争われたわけです。これが砂川事件といわれるこの裁判であったわけでありますけれども、そこで大法廷が判断を下した。その判断というのは要するに卑しくもこの独立国である以上自衛権は固有の権利として、つまり生まれながらの権利として当然ある、その自衛のための必要な措置をすることは当然許される、こういう判決が出たわけです。ここでもう憲法上の解釈が変更されて、そしてそれを最高裁も認めるというこういう判断が出てるわけです。したがいまして今憲法解釈云々ということを言ってますけれども、これ憲法解釈自体はもうすでに40年前に話が済んだと、こう言って40年前どころか50年前60年前に話がついてしまったと言っても過言ではないわけです。じゃあ今何が問題になっているのかといえば、その憲法問題の解釈以前にそういう憲法解釈について最高裁の判決が出たけれども、政府は依然としてこの集団的自衛権については消極的な態度を示してきたからなんです。で、それがなぜかといえば、そもそも集団的自衛権というのはこれ国連憲章に謳われているわけでありますけれども、国連はあの 第二次大戦の経験を経て国際紛争を解決するためにそれぞれの国がそういう武力を行使することよりも国連軍が安全保障理事会で決議をして国連軍が出動することによってこれを調停しようと、こういう考え方になっていたわけです。しかし現実には国連軍は未だに作られていませんし、安全保障理事会もこの拒否権を大国が持っていますからその決議すらできない、こういうことであります。でそんな中で実は国連が作られた当初、国連軍が出てくるまで待っていては小さな国は大国に飲み込まれてしまうじゃないかと、そこでこれは中南米の国々がそういう状況の中ではまずはこの小国同士合唱連行しようじゃないか、つまり集団的自衛権、お互い同盟関係を結んで、もし小さな国が他の大国に襲われたらその周りの小国が一緒になってそれを防いで頑張ろうと、こういうことを認めてほしいということで集団的自衛権ということがここに謳われているわけなんです。で当然国連に加盟をしている日本にも同じ権利は認められているわけであります。しかし政府解釈としては自衛権も集団的自衛権もあるんだけれども行使はできないということを言ってきた。でそれはなぜかといえば前提として先ほど言いましたようにアメリカが超大国として君臨している状況の中で、そもそも日本が集団的自衛権を行使してアメリカのそういうために援助する必要すら初めから考えていなかったからです。ですから超大国アメリカが健在の時代には日本の集団的自衛権行使云々問題は議論の対象ですらならなかったわけです。でところが問題は今日なぜそれでは集団的自衛権が言われるようになってきたのか、これまさに世界の情勢が変わったということです。毎日のように報道されていますけれども、中国とベトナム、このいわゆるこの当局の船同士がお互い西沙諸島の周辺でこの対立を続けております。中国側の船が
ベトナムの船に衝突を繰り返している、まあ、こういう報道が映像が毎日映されています。ついにはそこに滑走路を作る、まあ、基地を作っていく準備を着々と進めている。これも大きな問題になっています。でこういうことを見てまいりますと、要は日本でもあの尖閣諸島、今中国が日本の尖閣諸島の領有権を主張して、ここでもこの中国船が毎日のようにこの接続水域にこの出てきているというのが出てますけれども、要するに日本のこの尖閣諸島でも南沙諸島、西沙諸島のようなことが起きたらどうなるのかと。でその時にアメリカは先日オバマ大統領が日本に来られて、そしてこの尖閣諸島は日本のこの安全保障条約、安保条約のこの行動範囲内であるということを明言しているわけです。でそうなりますと、中国がもしあの西沙諸島、南沙諸島のような形で侵略行為をしてくると、アメリカ軍が出動することになるでしょう。しかしその日本のために、日本の防衛のために出てきたそのアメリカ軍の船に対して中国軍が攻撃をする。しかしその攻撃をしたアメリカ軍を助けるために日本軍が、日本の自衛隊が中国とに対してこれ措置をすることができない。これが今の政府解釈なんです。で今までのこうした政府解釈のままですと、まさに立ちどころの日本とアメリカの関係は、これはもう友情関係も含めて消えてしまうことは誰の目にも明らかなんです。つまりこういう事態を今まで想定していなかった。アメリカが圧倒的に強い時代だからアメリカに任せておけばよかった、日本がアメリカのためにうんぬんなんて話は初めから考えなくてもよかった、まさにそういうアメリカ一極大国の時代の判断が今日の政府の判断をしてきたわけです。でそこでその判断を変えなきゃならないという時代になってきたということです。でこれは憲法解釈以前の話なんです。何度も言いましたけれども、憲法解釈自体はもう昭和確か31年ぐらいだったと思いますけれども、砂川事件で最高裁判決が出て、日本が当然の話でありますけれども独立国として自衛権は固有の権利として有すると、そのための必要な措置をすることは当然許されると、こういう判断が出ているわけです。つまり自衛権が最高裁によってこの憲法の規定に関わらず、これは当然あるんだということが憲法解釈としてしっかりと今もう定着しているわけなんですね。ところがそのことがこのマスコミのアンケート調査を聞くときにも、またマスコミの報道の中にもきっちりと議論をして、それを示している人がいないわけなんです。でそんな中で要は解釈会見していいのかと、これは立憲主義が侵されることになるんだ、こういう話になっていますけれども、そんな話はちょっと私からしますと的が外れていると。そうではなくて、そもそも論を申し上げると、そもそも立憲主義と言われていても、どのみちその憲法解釈は最終的には最高裁判所がその大法廷でこのどう判断するかということが三権分立の中で書かれているわけであって、そのことはもうすでに済んでいる。あとは政府の判断だけの話であって、これは当然この範囲内の中で政府判断というのは十分できるわけです。そしてさらにその政府判断を変えなきゃならない状況が今目の前に起きている。アメリカが一極大国の時代と今日のように中国が海洋支配を強めてきている。実際にベトナムでフィリピンでああいう事件が起きている。その時に尖閣をどうやって守るのか、こうしたことを本当に具体的に真摯に考えていくならば、当然出てくる答えというのはどなたにも私は分かっていただけると思うわけです、まあ、そういうことをこれからしっかりと議論をしていかなければならないと考えております。で私も実はこの公明党との間の与党協議のメンバーに実は最初選ばれていたわけでありますけれども、まあ、残念ながら私今国会の中で非常に多忙な日々を送っております、まあ、今日もこの後東京に参りまして、いわゆる一票の格差の是正をするための、まあ、選挙制度協議会、まあ、その委員の一人でありまして、自民党のそれぞれ各期別のこれから意見聴取をして、皆さん方の意見をまとめていかなければならない、まあ、そういう仕事が月曜日と金曜日に入っている。で、火曜日から木曜日までの間は、
参議院の厚生労働常任委員会の筆頭理事をしておりますから、まだあと数本この会期末までの間に通さなければならない法律が、たくさん並んでいるわけでありまして、これはもう朝から晩まで毎日議論をしなければならない、まあ、こういうことでありますから、物理的にこの協議会には入ることができないということで、私はメンバーから外していただいたわけでありますけれども、まあ、いずれにいたしましても、これから与党協議をしっかり行い、そして丁寧な議論をして、国民に今私が申し上げましたように、なぜ今集団的自衛権についてのこういう議論が出てきたのか、その背景になるのは、もう言うまでもありませんけれども、中国の海洋支配、まあ、これが着々と軍事力を背景に進められているベトナムや、そしてフィリピンと同じような、まあ、この二の舞を踏むようなことになってはこのならないと、まあ、そのことを皆さん方に訴えているわけであります。ぜひとも皆さん方にこの賢明なご判断とご理解をいただきますように心からお願い申し上げまして、私街頭からの訴えを終わらせていただきます。続きまして、秋田浩二市会議員より、まあ、京都の情勢につきましてもお話をいただきますので、今しばらくのご清聴をよろしくお願い申し上げます。